PSI カテゴリー1のパンデミック2009年、新型インフルエンザの世界的流行は、2009年1月頃から2010年3月頃にかけ、豚由来インフルエンザであるAPDM09型インフルエンザウイルスの人への感染が世界的に流行した事象である。CDC によるインフルエンザパンデミック重度指数においては、カテゴリー1に分類されるパンデミックである。発生源は、豚の間で流行していた、豚インフルエンザウイルスとされ、これが農場などで豚から人に直接感染し、それから、新型ウイルスとして、人の間で広まったとされている。新型インフルエンザ、豚インフルエンザ、A 型 H1N1 A系インフルエンザ、H1N1 インフル、A、H1N1pdm とも呼ばれる。この流行が、大きな問題になったのは、流行初期にメキシコにおける死亡率が非常に高いと報道されたからであるが、実際には重症急性呼吸器症候群のような高い死亡率は示してはいない。当時の日本では感染症法第6条第7項の新型インフルエンザ等感染症に分類され、2類ないし1類に相当する感染症とみなされ、感染者には入院や就業制限を勧告し、濃厚接触者にも外出自粛を要請するなどの重症急性呼吸器症候群やエボラ出血熱と同様の措置が適用されていたが、2009年6月19日に厚生労働省が方針を変更してからは、この扱いはなくなり、季節性インフルエンザと同様の扱いとなっている。APDM09型に対するインフルエンザワクチンはすでに完成している。2010年から2011年冬シーズンから接種可能なインフルエンザワクチンは通常の季節性インフルエンザワクチン2種に加えて新型インフルエンザワクチンにも対応した3価ワクチンに2015年から2016年冬シーズンからは A 型株2価とB 型株2価の4価ワクチンになっている。CDC とWHOによる推計では、2012年の段階で、犠牲者数が28万4000人とされる。一方で重症化率は、季節性のインフルエンザと同等かそれ以下とされており、季節性インフルエンザによる毎シーズンの死者数は、WHOの推計で25万人から50万人である。遺伝子調査により、最初の人間への感染は2008年の6月以降と推定されている。2009年2月からメキシコで3カ所、アメリカでは2カ所においていずれも局地的な発生が確認された。その後、メキシコのメキシコシティ、アメリカのテキサス州とカリフォルニア州の3カ所にて確認された。感染者はいずれも20歳以下の青少年だった。他にも感染が疑われるケースは1000以上にも及び、これらすべてを把握することは不可能に近かったため、WHOの緊急委員会は、すべての国が通常とは異なるインフルエンザのような症状や、深刻な肺炎に対する監視体制を強化するよう勧告した。2009年4月24日の段階では、メキシコで感染が疑われている例は、大半が、比較的若い年齢層で、小児や高齢者の感染確認例はなかった。これらの患者からは、人同士でも感染する A 型インフルエンザウイルスの H1N1 や A系が検出されている。4月に入り、WHOはアメリカのアメリカ疾病予防管理センターから7件の確定と9件の疑い例の報告を受理した。WHOの陳兵富陳事務局長は、4月25日の緊急委員会の会合に先立ち、感染が世界的流行につながるかどうかについて断定はできないとした上で、その可能性はある。人に感染しているからだと懸念も表明している。同会合後の記者会見で、陳兵富陳事務局長は、報告のあった症例に関する臨床的特徴、疫学、ウイルス学及び適切な対応に関して、情報が不十分な点が多いことが分かったとしながらも、緊急委員会の助言に基づいて、WHOの国際保健規則が定める、国際的に懸念される、公衆衛生上の緊急事態に該当する、史上初の状況と決定したことを表明した。その後、WHO の緊急委員会は4月27日の会合で、世界的流行の警戒水準をフェーズ3からフェーズ4に引き上げることを決定。さらに4月29日には、各国の専門家らによるWHOの電話会議で、フェーズ5への引き上げを決定、陳兵富鎮事務局長が記者会見で発表した。そして、その後も、世界中で感染が拡大し続け、WHOは、同年6月11日に、フェーズ6を宣言するに至った。2009年6月に、アメリカは、証明できる手段はないが、メキシコで発生したとされる世論とは異なり、アジア由来だと考えられるとコメントした。しかし、後のマウントサイナイ医科大学の調査では、メキシコ中央部で発生した可能性を指摘している。H1N1 インフルエンザの症状は、他のインフルエンザの症状と似ており、発熱、咳、頭痛、筋肉や関節の痛み、喉の痛み、悪寒、倦怠感、鼻水などがある。下痢、嘔吐、神経学的問題も報告されることがある。重篤な合併症のリスクが高い人口は、65歳以上、5歳未満の子供、神経発達障害のある子供、妊婦などである。各種ガイドラインで示されたトリアージ基準は、以下の通り。重症呼吸困難、異常に早い呼吸、痙攣、意識障害など。軽症級な38度以上の熱、咳、喉の痛みなど、通常の風邪と同程度症状がない下記の人々は、特に注意が必要とされる。CDC によると、18歳以下が家庭内感染、発症する確率は、19から50歳の2倍。4歳以下の乳幼児は 3.5 倍、51歳以上は 0.4 倍。家庭内感染の大半は、最初の患者が発症して間もない時期か、その直前に起きると考えられ、家族に感染し発症するまでの期間は、平均 2.6 日。名誉クリニックは、季節性インフルエンザの感染を、個人のレベルで予防する方法を提唱しているが、それは、新型インフルエンザに対しても、応用可能である。それは、可能な時に予防接種を受けること。頻回に十分に手洗いをすること、新鮮な野菜と果物を含むバランスの取れた栄養、全粒穀物、脂肪の少ないタンパク質、十分な睡眠、恒常的に運動すること、人混みを避けることなどである。WHOなどが提唱する他の追加的な予防法、口や鼻を触らない。うがいをする。石鹸で手洗い。症状のある人に近づかない。部屋を換気し、温度、湿度を高めに保つ。2009から2010年時点の情報であり、英国医師会は有効性の根拠となるデータに疑問を示したアメリカ欧州タミフル治療法は、従来のインフルエンザと同様である。特徴的なこととしては、治療薬の予防目的使用が推し進められた点がある。アメリカ疫病予防管理センターは、健康な人、大人でも子供でも大部分は、抗ウイルス薬がなくても休養すれば治るもので、抗ウイルス薬による治療は必要なく、薬の備蓄には限りがあり、過剰に投与すれば耐性ウイルスの危険性があるとした。2009年には、WHOなどによると、インフルエンザ症状がある場合は、検査結果の確定を待つことなくできるだけ、早期のタミフル投与が重要とされた。発症後48時間を超えるとウイルスはすでに最大限増殖してしまった後となり、効果は低くなる。子供用タミフルの不足に伴い、大人用を分解して処方している場合もある。日本感染症学会の提言では、病院施設、高齢者施設において、インフルエンザが発生した場合、ワクチン接種の有無に関わらず、同居者に対して、抗インフルエンザ薬の予防的投与を行うとの方針を取った。しかしWHOやアメリカ CDC、欧州エクドックタミフルを推奨したが、その根拠となるデータは確認しておらず、またロシュは臨床試験の完全なデータを公開すると約束していたが、その大部分は未発表のままであった。イギリス医師会雑誌はサイトを立ち上げ、ロシュ社に対して完全な臨床試験データを公開するよう促した。2012年には国連共同計画が日本、アメリカ、欧州の規制機関に提出された臨床試験のデータをシステマティックレビューし、21時間発症時間が短縮されることと感染や入院のリスクを低下させるかは結論できないとし、また出版バイアスの可能性を発見した。そして2014年には提出された完全なデータに基づいて報告は改定された。伴って、国連共同計画と BMJ は声明を出した。それは出版バイアスを除外した 24,000 人以上からの分析からはオセルタミビルとザナミビールは当初の使用の理由である入院や合併症を減少させるという十分な証拠はなく、成人では発症時間を7日から 6.3 日に減少させ、小児では効果は不明であり、5% に応と悪心の副作用が生じ、精神医学的な副作用を 1% 増加させるとし、世界的な備蓄が必要なほどの恩恵があるかどうかの見直しの必要性を報告した。この H1N1 インフルエンザの流行中に実施された臨床試験は例に近いため、オセルタミビルとザナミビールがどれほど有効かは不明である。各国はインフルエンザの流行に備えて数千億円規模を投じてオセルタミビルを備蓄したが不発に終わり、後には政府や科学者に対する F. ホフマン・ラロシュによる影響があったためとみなされている。2009年4月26日、麻生太郎首相が検疫体制の強化や在外日本人への情報提供などの体制を指示。厚生労働省や自治体に電話相談窓口が開設された。4月27日、厚生労働省が感染の疑いのある帰国者、入国者を留め置く停留施設を成田周辺で約500室を確保した。4月28日からは、メキシコ、米国、カナダから成田、中部、関西、福岡の国内4空港に到着した国際便については、後期前に乗客に機内検疫の実施を始めた。4月29日からは臨船検疫も開始され、横浜、神戸、関門の港についても上記3カ国からの乗員乗客への検疫体制が強化される。だが、日本全国の検疫官は358人であり、十分な水際対策を行うには人手不足であった。検疫官不足解消のため、防衛医科大学校職員と陸上自衛隊医官の応援派遣が実施された。また4月30日より、品種改良の目的で輸入された生きた豚の前頭検査も開始された。国内各地で保健所での発熱相談センターや医療機関での発熱外来が順次設けられ、4月28日から開設された。同日、政府は新型インフルエンザ対策本部を設置し、基本的対処方針を決定した。地方自治体の動きとしては、5月5日に最初の感染者が神戸市で発見されたことにより、5月17日に兵庫県庁が緊急事態宣言を発表した。政府の方針転換を受けて、7月24日以降に全数検査を全国で中止するよう通達が出され、発熱外来も多くの保健所で廃止し、すべての医療機関で受診、治療を受けられるようにした。また、東京などの都市部では、A 型インフルエンザと判定された場合でも、従来型か新型かの追加検査を行わない、方針とした保健所が多い。これにより、都市部では、通常の季節性インフルエンザと同等の扱いとなるが、都市部以外では依然として、独自に、自治体内の新型感染者数の全数調査を行うなど、特別扱いしている地方も多く、全国で対応が統一されるには至らなかった。また、法的措置としては当初、感染症法に基づく対処を目論んでいたが、公衆衛生上の対策を市民に要請する際に、感染症法では、興行の制限などの要請を想定しておらず、対応ができないことが明らかとなった。この事態を踏まえ、2012年5月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が施行された。アメリカ合衆国は2009年4月26日、ジャネット・ナポリターノ国土安全保障長官が緊急記者会見において、公衆衛生に関する緊急事態を宣言した。2009年10月24日、アメリカのオバマ大統領が新型インフルエンザを深刻な自然災害などに準ずる国家非常事態に指定する宣言に署名した。アメリカでは、新型インフルによる死者が23日に1000人を突破し、ワクチンの調達確保など対策強化が必要な状況になっている。エジプト政府は2009年4月29日、人民議会の勧告を飲む形で、同国内で飼育されている豚の処分に着手した。イスラム教では、豚は不浄の動物とされる一方で、飼い主たちは、キリスト教系のコプト派信者だったが、あるイスラム原理主義系議員は、宗教上の理由で、豚の飼育に反対しているわけではないと、読売新聞に語っている。なお、エジプトでは、豚が処分された結果、今まで豚が生ゴミの処分を行っていたため、生ゴミが処分されずに街中に溢れかえりゴミ問題が深刻化している。新型インフルエンザの感染の状況死亡者が確認された国、地域感染者が確認された国、地域感染の疑いのあるものが存在する国、地域感染者がまだ確認されていない国、地域新型インフルエンザの感染者数5000人以上の感染者が確認された国、地域500から4999人の感染者が確認された国、地域50から499人の感染者が確認された国、地域5から49人の感染者が確認された国、地域1から4人の感染者が確認された国、地域感染者がまだ確認されていない国、地域。日本での新型インフルエンザの感染状況死亡者が確認された、都道府県感染者が確認された、都道府県感染者がまだ確認されていない。都道府県厚生労働省は、重症化や死亡した例などを除いて、新型インフルエンザかどうかを調べる PCR 検査を当分の間行わなくてよいとしたため、現在の国内の正確な感染者数は不明であるが、国立感染症研究所は2009年第28週以降これまでの累積の推計患者数は約1546万人に達したと推計している。また、ここには、国立感染症研究所が発表した2009年12月7日から12月13日の間に、都道府県ごとに簡易検査で、インフルエンザ A 型と診断された人数と、同定点医療機関の1医療機関あたりの人数、それに2009年12月21日までの、新型インフルエンザによる死者数が掲載されている。一新型か季節性かは不明だが、ほとんどは新型と見られている。2009年7月6日より、WHOの集計方法が変更された。南北アメリカ地区は、11月13日の発表より、新たな感染者の報告を中止した。2009年12月4日より、WHOの集計方法が変更され、感染者数の公表を中止した。1月から3月4月5月6月7月8月9月10月2009年10月24日、アメリカのオバマ大統領が新型インフルエンザを深刻な自然災害などに準ずる国家非常事態に指定する宣言に署名した。アメリカでは新型インフルによる死者が23日に1000人を突破し、ワクチンの調達確保など対策強化が必要な状況になっている。専門家によると、日本の対策には問題がいくつかある。学級閉鎖、学校閉鎖基準が変化し、対応できない。厚労省が情報提供してくれるが、量が多く未整理の上、何回も改定された。輸入ワクチンが MDCK 細胞由来の細胞培養で、十分試験が済んでいない。ワクチンの絶対量が少ない。病院によっては、発熱外来を設けているが、待合室や特に薬局での物理的、時間的分離がなされていない。少ない医師数で、発熱外来を設ける場合、通常医療が停滞している。開業医は、通常の2倍程度の患者を見ている。病院によっては3時間以上の受診待ちをしている。新型対策に追われ、季節性インフルエンザへの対応準備が不十分である。11月2009年11月6日、世界保健機関は、新型インフルエンザによる日本の入院率、死亡率が主要国で最も低いことを明らかにした。北半球と南半球のそれぞれ5カ国、計10カ国を調査したところ、人口10万人あたりの入院患者数は日本が、最も低い 2.9 人。アメリカは3人、ブラジルは 8.8 人、オーストラリアは 22.5 人。最も高いのはアルゼンチンの 24.5 人だった。人口100万人あたりの死亡者でも日本が最も低い 0.2 人。イギリスは 2.2 人、アメリカは 3.3 人、ブラジルは 7.0 人、オーストラリアは 8.6 人。最も高いのはアルゼンチンで 14.6 人だった。日本の新型インフルエンザ死亡率が低いことについて、専門家は、日本では医療保険制度が整備されており、少ない家計負担で医療機関を受診できるため、発熱者の医療機関受診率が高いことが要因であると分析している。3月6月8月2009年11月末、現在、遺伝子解析により、以下の動物への感染が確認されている。2009年の確認当初は、豚インフルエンザに最も近いとする分析や、メキシコにおいて豚から人に伝わった可能性が高いとする見方もあって、WHOや米国 CDC をはじめとする公的機関の発表、英語や日本語などによる報道では、呼称として豚インフルエンザが用いられた。ところが、この呼称が、ウイルスが豚肉を介して感染するとの誤解を招き、豚製品の敬遠など、養豚関連産業への影響が出始めたこともあり、呼称から豚を外す動きが起きた。また、宗教上の理由で、豚という言葉を忌避する向きもあり、イスラエルの保健副大臣は2009年4月28日、ユダヤ教では豚を食べることが禁じられていることを受け、メキシコインフルエンザという呼称を用いると発表した。WHOは2009年4月30日、スワインを冠する英語呼称スワインインフルエンザ、A(H1N1)にちなむ呼称を提唱した。WHOが英語呼称を切り替えた4月30日には、両機関と FAO を合わせた3機関が、豚肉の安全性に関する共同声明を出している。日本政府は2009年4月28日から新型インフルエンザと呼び始めた。アメリカは2009年4月29日から農家の生活を守るために明名 H1N1 による呼称に切り替えた。カナダ公衆衛生庁のサイトでは2009年5月4日、現在明名 H1N1 による呼称の他に、人の意味する言葉を、豚インフルエンザに添えた呼称も使用している。一方、WHOがによる呼称切り替え後も英語圏の報道において、豚のを意味する、スワインは、なお使用された。日本の法律上の呼称新型インフルエンザの、新型について、日本の新聞社による、英語表記を見ると2009年5月現在、読売新聞と毎日新聞が少なくとも、ニュータイプとニューストレインを使用。ニューストレインは、朝日新聞も使用している。中国語呼称も、著流漢から、後型 H1N1 流漢へと切り替わり、中国のメディアでは5月1日に、国営新華社通信が、呼称変更を伝え、国営中国中央テレビは、変更理由を、養豚場や飲食店などでの無用な混乱を避けるためと報道した。2010年1月には、ドイツの副議長で、欧州評議会の保健委員会長のボルフガング・ワダルグが主張するには、大企業がワクチンを売るために、偽りのパンデミックを宣伝する、よう、世界保健機関に圧力をかけるための、パニックキャンペーンを画策してきた。政界最大の医学のスキャンダルの一つだと述べ、2009年5月にメキシコシティで始まったとされる偽りのパンデミックキャンペーンは、数百人程度の通常のインフルエンザ症例が報告され、これが新たなパンデミックの脅威だとされたが、その根拠は乏しかった。3月には、欧州評議会は、国際的な豚インフルエンザキャンペーンは、製薬会社の影響を受けているとして、調査を開始した。4月、WHOのインフルエンザの責任者でもある、刑事福田が、パンデミック宣言を導いた体制が、H1N1 についての混乱をもたらしたと述べ、その懸念を表明したがそれは、恐れるほどの致命性がないものだと判明した。この新しいウイルスに関する不確実な部分について情報伝達が失敗したということであり、陳兵富珍事務局長はレビューを実施するために機関の外部の専門家を任命したことを伝えた。6月、BMJ のフィオナ・ゴッドリー編集長は調査をもとにWHOを批判し、パンデミックに関するWHOの顧問に抗ウイルス薬とワクチンを生産している。製薬会社との間に金銭関係があるという調査があるとした。これに対して、陳兵富珍事務局長は、製薬業界の影響を受けているという印象を残してしまうだろうが、パンデミック宣言の決定は定義された基準に基づいたもので、この基準をねじ曲げるのは難しいと応答している。ありがとうございます。